こんばんは。ホグワーツレガシー続きをやっていきたいと思います。井戸の宝の地図を使って宝を見つける。ちょっと待って、それじゃないね。クエストがいっぱいある。ペグ先生が戻ってきた。破り取られたページや学校の地下で見つけた秘密の地図の間について先生に早く教えよう。何からやろうかな。ウィンガーディアム・レヴィオーサガーリック先生の課題からやろうかな。6触手草を手に入れ使用する。これどうやるんだったっけね。これ毒、これを課題はこれで終わり。ほい日中に薬草学の授業に出席する。これどうすればいいの。回収できないのかな。あ、またなんか間違えて投げちゃった。なんかもうす、何忘れちゃったんだよ操作の方を完全に忘れてしまって。ちょっと待って、何するんだったっけね。あ、レベリオ、これだった。そう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 、間違えてとんでもないものを入っちゃったよ時間を進めるにはマップを開いて R3 を押します。マップを開いて R3。 また会えてとても嬉しいわ。花発火。先生待ってください。先生、課題が終わりました。よかったわ。ビーズリー先生も喜ぶわよ。よく頑張ってるって先生に言っておくわね。ありがとうございます。ヘキャット先生からレビオーソを習ったそうね。ならもっと高度な浮遊呪文に挑戦できるはずよ。ウィンガーディアムレビオーサには若干の集中と上品で優雅な杖の動きが求められる。それじゃ早速やってみせて。正しくかければ岩をまるで大花のこぎり草のように軽々と持ち上げられるはずよ。ウィンガーディアムレビオーサ、ウィンガーディアムレビオーサを使うと物体を宙に浮かせ動かすことができます。自由に位置を動かし上下左右で距離と向きを調整できます。いい感じよ。ここでウィンガーディアムレビオーサを練習していいからね。隣の部屋にいくつか箱を出しておいたから。あ、これちょっと待って、その前にさ、はめなきゃいけないってやつね。どれだ、ちちちちち、なんだっけ、これどうやってやるんだっけ。ちょっと待ってもうすっかり忘れちゃったんだけど、どうやるんだっけね。ん、ああこれだ。ちょっと待って、いっぱいなんだけど、新しいあれを解放した方がいいのかな。才能のところでなんだっけ、増やすやつ、新しい呪文セット、これだね。うわ、才能ポイントゼロになっちゃったよで、これで、どれだ、これだ、これを、
インガーディアムネビューサ。素質があるわ。食い気味に素質があるわって転がってますけど、いいんですかね。ああ、こういうことね。なるほど、ありがとうございます先生。ガーリック先生、少しいいですか。草花は休んでる、今なら平気よ。薬草学の教師になった理由は。先生はどうして薬草学の教師に。嬉しい質問だわ。昔から植物が好きだったから、今は先生になって夢のような毎日よ。卒業した後、自分が教わった薬草学の先生の代理を頼まれたの。その方が事故に遭ってしまってね。大変でしたね。先生にとってはチャンスでしたが、まあその先生は存在で、植物の扱いが雑だった。そういうのは伝わるのよ。植物の感受性には驚かされるわ。それで彼がウィゲンツリーに切り込みを入れたある日、事件が起きた。間の悪いことに葉っぱにボートラックルが隠れてたの。木の枝に似たあの素敵な生き物よ。そのボートラックルが先生の目をくり抜いてしまったの。考えるだけで恐ろしいことだわ。まあ身から出たサビだけどね。それで先生が薬草学を引き継いだんですか。その時はまだよ。生番後に3週間入院して、幸いにも少し視力が戻ったの。本人は温室に戻ると言っていたけど、1週間もしないうちに本人曰く誤ってカミカミ白菜を蹴ってしまった。おかげで生マンゴ病院に逆戻り。踏んだり蹴ったりだな。それはひどい、冗談みたいな話ですね。不運が重なったんですね。まあ先生も気の毒だけど、個人的には白菜の方に同情してしまうわ。退院した頃には植物に対する無関心は軽蔑に変わっていたの。わずかに残った忍耐力も毒植種草に振り回されてすっかり使い果たして、それで結局は給食扱いになって今に至るというわけよ。あんまりもともと植物が好きじゃなかったってことなんだ。こうなってよかった、前の先生が気の毒です。何はともあれ、先生が薬草学の先生でよかったです。こんなに嬉しい言葉はないわ。この庭も生徒を育てるのも大好きだから。楽しいお話をありがとう。ごきげんよ。ああ、それとウィゲンツリーには優しくするのよ。めちゃくちゃ優しい人だなこの人。じゃあ次何しよっかな。シャープ先生から敵に対して雷調合薬を使うように言われた。それから透明薬も試すようにとのことだ。敵に使わなきゃいけないってこと？これはね、まだできない。あと4個。これは推奨レベルが30だからいけないし、この井戸は全然見つからない。やっぱ、フィグ先生のとこ行こう。フィグ先生に報告する。ちょうど会いたいと思っていた。嬉しいこと言ってくれる。お帰りなさい。やっとだ。スパビン大臣は喋りすぎでな、はぐれドラゴンについて延々と語るばかりで、ゴブリンの件に全く耳を貸さん。そういえば、聞いてください。先生の留守中にいろいろあって、ほとんど首なしニックの頼みで厨房から腐ったローストビーフを。腐ったローストビーフ。はい、おかしいとは思ったんですが、ポドモア卿にそれを持っていって。首なし狩りにあったのか。それは控えめに言っても興味深い。というのも、はい、リチャード・ジャック・ドーの頭を探して話を聞いてきました。リチャード・ジャック・ドーとは一体誰だ。昔ここの生徒だった人で、秘密の洞窟のことを教えてくれました。そこに行ってジャック・ドーの骸骨の横に行方不明のページが。ページを見つけただと。はい、ページを見つけた時、ジャック・ドーが従ってた地図に記されてる場所も分かったんです。驚くことにホグワーツの地下にある部屋です。驚いたな。行くかね。その言葉を待ってました。あ、本を持っていかないと。め
めちゃくちゃ早口なんだけど先生一緒に行きましょう。ちなみに地図の間という部屋です。パーシバル・ラッカムの肖像画が待ってますよ。ラッカム先生か、会うのが楽しみだ。このジャック・ドー君はどうやってページを手に入れたのだ？ピーブズが盗んだようです。それをジャック・ドーが盗んだって。はあ、ピーブズね。私たちの足元にあったのか。グズミーグで、こっちは禁じられた森か。そしてもちろんホグワーツ、実に素晴らしい。君にも見せたかったよ。君にも見せたかったって誰のこと？ラッカム先生、頼まれた通り本を台座に置きました。こちらは指導していただいてるフィグ先生です。はじめまして、フィグ先生。君にも本を持ってこなければならん理由が分かったかね？はい、どうしてこの部屋を地図の間と呼ぶのかも分かりました。ここまで来られたということは、君には並外れた魔法の力があるということだ。使い手として認められれば、君はその力と可能性を引き出せる。試練は全部で4つ。それぞれの場所が時間とともに地図に現れる。いずれも君を試すとともに価値ある知識を授けてくれる。試練には一人きりで挑まねばならない。グリンゴッツで見たペンシーブの記憶を覚えているかね？覚えてないんだけど。どんなやつだったっけ？はい。あなたとチャールズさんがポートキーや古代魔術の痕跡が見えるもののために作った試練の話をしてました。いかにも。チャールズも守護者だ。守護者とは数百年前に私たちが集めた勇士でな、知識を守ると誓い力を尽くしてきた者たちだ。おそらく今この時のためにな。それじゃあ遺跡からグリンゴッツへの旅も、金庫も、金書の棚も、この部屋を見つけることも試練じゃなかったんですか？いずれも旅の重要な部分ではあったが、試練ではない。君がここまで来たという事実は良い前兆だと言えるがな。このような試練を設けたのは、我々が守ってきた知識と力が間違った者の手に決して渡らぬようにするためだ。生まれ持った力と身につけた力とを試させてもらう。だが、ただ試すだけではない。試練の中で君の持つ力を何に使えばよいか、それが自然と分かるようになる。忍耐が肝心だ。時間はかかるが、試練から多くを学びたまえ。
すまんが、そんな時間の余裕はない。フィグ先生、我々は長年待ったのだ。もう少しくらい。失礼ながら、私は君の持つ秘密は知らないが、この若き友人が痕跡を見たことは知っている。ゴブリンによって使われた強力な闇の魔術の痕跡をな。グリンゴッツにある君の金庫を去る準備をした時に、強力な魔法を操るゴブリンに出会ったのだ。もはや手遅れかもしれん。聞き捨てならないな、若き友よ。フィグ先生を信頼しているかね。ええ、はい。であれば、君の確かな腕前とこれまでに成し遂げた全てを踏まえて、早速始めるとしよう。下の地図で最初の試練の場所を確認したまえ。試練の場まではフィグ先生の力を借りてもいいが、試練に挑めるのは我々と同じ力を持つ君だけだ。見てみようか。その塔なら知っている。そう遠くない。その目で見たかもしれんな。そうですね、見覚えがありません。なんだろう、わかんないな。それはないと思います。若き友はあまり旅をした経験がありませんから。君の指導者として安全を確かめるくらいしかできない。なるべく早く来るようにな。塔について何か知っていますか？塔のことをご存知ですよね。何か教えてくれませんか？あまり知らない。だが何度もそばを通った。場所はホグズミードの北だ。確か廃墟だったはずだ。だがその見てくれに反して何かを隠しておるということは明らかだ。では後で。できるだけ早く塔に会いに行きます。また会おう。気をつけなさい。行き先を誰にも告げないように。衝撃呪文のフリペンドを習得したくないかしら。やるべきことが終わったら温室にいる私に会いに来てね。多分散々そろそろ凍結呪文のグレイシアスを覚えましょう。向こうが熱くなった場を冷ますのに効果的な手段よ。でもその前にいくつか課題をこなして、終わったら報告に来てちょうだい。この人ほうきの先生だ。また向こう側いろいろ飛び回ってたから多分この塔も見てるだろうけど、なんかちょっとこの論だと不透明でよくわかんないな。パーシバル・ラッカムの試練。塔の外でフィグ先生と会おう。まずじゃあ一つの試練をやって今日は終わりにしようかな。先生どこですか？ここにいんの？ああだけどあれがないわ。ここまで行ったことないから、ここまでしか行ったことないからあれだね。飛んでいかなきゃいけないか。ここってあそこの森じゃない？なんだっけ、あの人のなんだっけ、ほうきどうやって乗るんだっけ。こちらも暇じゃないんだ。ほうき、あ、これだ。赤を埋めれば埋めるほどガリオンも手に入る。この先行ってないからかな。ん？ちょっと待って。久しぶりに乗るとグラグラすんな。グラグラしますね。ちょっと待って、どうやって上がるの？ぶつかっちゃいそう。燃えてる雲を攻撃して吹き飛ばす。何燃えてる雲って。あっちあっち。時々なんか敵がいるんだよね。
の塔なのかな、ボロボロに見えるやつ。あそこは確かに行ったことないと思う。こんなとこにいんの先生。あれ？サンバカーの塔は面白い場所ね。眺めがいいでしょう。サンバカー。バカーが誰なのかは。おい、こっちだ。座ってること変だと思わないんですか？誰かいる。そうだ、蘭禄の信奉者がおる。十数人は見えるが、それ以上かもしれん。姿あらわして塔に入れませんか？そうしてもよいが、塔に何があるかわからん。だがそれ以上に、あの場所におる理由を知りたい。この先で野営しておる。何かする前に少し調べた方が良いだろう。行こう。困ったな。まったくな。こっち。それとここで目くらまし術を使うべきだろう。目くらまし。到着を知らせる必要はない。術。目くらまし術。これだ。目くらまし術ってこれじゃないの？先生、姿が見えてますけど。いいんですか？変なステップしてるし。静かにだぞ。あ、こっからか。ペトリフィカス・トタルスを唱えることが可能です。どれなんそれ。え？ちょっと待って。ペトリフィカス・トタルスってどれだ？ちょっと待ってよ。それがわかんないんだけど。どれ？身を隠しペトリフィカス・トタルスをかけるのだ。ペトリフィカス・トタルスって何？ペトリフィカス・トタルス。勝手に出てくれるのは嬉しい、ね、よくやった。よくやった。大丈夫かこれ。派手にやってんだけどいいのかな。え、ウィゲメルベアか。これ以上使いません。使いません。闇の。ただのまぐれだ。バレた。バレた。私は休まない。お前にとどめを刺すまでな。やってやろう。取れない。命令だ。蘭禄から直接。命令書によれば、奴らは名前に関するものを探して、例の名前と関連するものを見つけ出してほしい。ここで見つけたものは、ゴブリン族がようやく世界の中で正当な立場につくための鍵になるかもしれない。蘭禄。普通に戦ってしまったんだけど。誰？血を吸ってやる。目も当てられない集会じゃない。いや、ちょっと待って。お前の人生で死ぬのが不可だったら。ああ。あなたが妖精。エビオさん。私を捕まえ。闇の。死ぬのが先だ。死ぬのが先だ。どこ。エビオさん。戻ってくる。そこにいたか。アフスケインのように臆病だが、あなたか。おうまし、そう思うな。人に受けよ。死体はずでも、
ゴブリンが試練のことを知ってたとは思えない。でもここが重要な場所だってことは知ってるんだ。入り口を見つけたようだな。開かない。何？解錠呪文？便利だぞ。もしすぐに覚えられないなら、後で城に戻ってから練習しよう。めっちゃ声響いてたんだけど。これは誰だろう？このローブなら誰でもおかしくない。魔法使い。急に飲むの？なんだなんだ。何百年にもわたって魔法がかけられておるな。これほど持つ呪文は初めて見た。そうなの？サンバカーの塔へようこそ。おお、あの人の声がすごい。誰だ？誰だっけ？あ、これだ。どうも。サンバカーの塔っておっしゃいました？うん、そうだ。バカー先生という守護者がいるのだ。前に会った時から君とまた再会できるだろうと思っていたのだよ。正しかったようで何よりだ。先ほどの騒音を聞くに、君がここへ来るのは簡単なことではなかったようだね。大変でした。塔の外でゴブリンに出くわして。ゴブリンたちが私の金庫のことを知っているというのは気がかりだがね。彼らがこの塔と結びつけているのであれば、私が思っていた以上に大きな問題になっているようだ。先を急ぐしかないようだな。下の階、入り口の近くだ。君が見たこともないような古代魔術の宝物庫が解除されたよ。命じれば入り口が現れる。すまないが、これ以上は言えない。フィグ先生は一緒に行けない。彼と私は地図の間で君を待とう。見たものを忘れないように。蘭禄の信奉者がいかにして守護者の所有した塔を知り得たかを解明せねば。だが今はひとまずより大切なことに専念するべきだ。確か古代魔術の宝庫だったかな。そうです。ならば有能に磨きがかかっておる君に任せるとしよう。だが気をつけなさい。はい。ではまた地図の間で会いましょう。古代魔術の宝庫、下の階、入り口の近く。最初の試練への入り口を見つけるってな、オレンジ色の欄に点があるんだけど。レベリオ。何なの？やべ。ああ。パーシバル・ラッカムの支配者。めちゃくちゃうるせえな。めちゃくちゃうるさいよ。とりあえずあれだな、魔法のこの何セットのあれを変えた方がいいと思うんだよね。なんかさっきあのバリア張ってる人のあれがねえあったから、なんていうのか、それぞれの色のまあ、とりあえずバリアって赤と黄色と紫だったような気がするから、とりあえずこれをセットして。これって何なんだ。これはエクスペリアムス。あー、相手のやつを取るやつだ。でこれがコンフリンゴ。セバスチャンから教えてもらったやつかな、コンフリンゴ。インセン…ん？インセンディオどっちだっけ。インセンディオだったかコンフリンゴ、どっちかを教えてもらったんだよね。これでいいかな。まあ、今回はここまでにして、次回パーシバル・ラッカムの初めての試練をやっていきたいと思います。もう久しぶりでね、ちょっと操作も忘れてくちゃくちゃだったんですけど、
ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。